はい、とも、海です。今日は、ラッキーハプニングというゲームをやっていこうと思います。最高めちゃくちゃ最高のゲームを見つけてきました。ラッキーハプニングの符が腐ってる。いや、いいっすね。もうタイトル画面がすでに胸キュンしてるんだけど。めちゃくちゃいいわ。早速やっていきましょう。うわぁ、もうこんなね、朝っぱらから何、出勤中なのかな？それでこんな胸キュンなことあったらもう最高ですね。じゃあ、カフェの彼ら、オスオス、オスマークが2つ並んでる全部。カフェの彼ら。ステージ1、カフェの彼ら。なんだ？お！何？頭になんか、葉っぱ乗ってるんだけど、タヌキですか？いつものカフェに目の保養に来た私。お目当てはもちろん、エプロン姿の彼。あ、これ主人公は女性目線なのかな？お目当てはもちろん、エプロン姿。こっちかな？いやー、人気そうですね。めちゃくちゃイケメンのカフェ店員さんじゃん。グーッと、かわいい男の子。この店員さん、めっちゃイケメンなのよね。めちゃくちゃイケメンですね。これは女性から人気出そうなカフェですね。あれ、あそこにいるのって私と同じクラスの、あ、同じクラス、高校生。え、このシネンコちゃん高校生で、え、同級生のこと、このカフェの店員さんの関係ってこと？ふわー、それはもう最高ですね。もう別の意味で通いたくなる。一番のイケメンの友のりだ。頭についているのは落ち葉、うん、落ち葉なんでついてるのかな。タヌキ、マジでタヌキが化けてるんかな。お客さん、葉っぱが、そう言って店員さんが触ったのは友のりの、え、触ったのは、え、そう、どこ触るの、お、あありがたき幸せ、ありがとうございます。わあ、な、葉っぱ立っちゃってるけど大丈夫それ、なんで立ってるの。頭ですね。うわ、これちょっと今後もね、たくさん拝ませてください。店員さんが友のりの頭の葉っぱを取ったけど、これって頭ポンポンじゃ、タヌキのポンポンと掛け合わせてない、これ。やっぱこれタヌキが化けてこの男の子になってる説ないかな。頭ポンポンよ。実生活でこんなシーンに出会えるなんて、トモノリもあんなに赤くなって、この女の子、このエプロン姿のお兄さん目当てだったのに。もう腐っちゃってるよ。あんなに赤くなって。いやー、赤くなってる顔かわいい。めちゃくちゃかわいい。総受けの顔してる。あの真っ赤な顔、もしかして店員さんのことを意識してる？だとしたら、この後二人は恋に落ちたよ。いや、主人公ちゃん、いい鎖っぷり。いいですね。いや、かわいい！え、かわいすぎる。え、この、絵が素敵。絵がいいね。イラストがめちゃくちゃ、綺麗で。かわいい。うわー、ちょっといきなり、ありがとうございます。最高のシチュエーションを見せていただき。ステージ2、書店の彼ら。おい、書店。ちょっとごめんなさい。これな、ゲーム、な、コントローラー壊れててさ、なんかもう勝手に左に行くんだよね。書店に来た私。うわぁ、あの人背が高くてかっこいいな。こっちだね。うわ、取れない。絶対これ取ってあげるんでしょう。もう見えたよ。はい、背が高くてかっこいい。あ、この子じゃない？このグッドの子。ここの本棚のジャンル、ペットだから、あのお兄さんも何か動物を飼ってるのかも。表紙は猫ちゃんっぽいね。あれ、あの子どうしたんだろう。届かないね。届かないね。あ、しかもこの人、ここにも猫のキーホルダーつけてるわ。あの子どうしたんだろう。これでいいのかな、この辺。はいはいはい。欲しい本が高い位置にあって届かないのね。手伝いたいけど、私も身長低いし、踏み台を探してこようかな。これさ、主人公、あの、腐女子目線の主人公、なんだね、この語り手は。めちゃくちゃいいね。と思ったら、隣にいたお兄さんが代わりにあれを取ってくれたみたい。わー、なんかいい感じになってる。めちゃくちゃいい感じになってるんだけど。うわ、もうこっからご飯行くのかな。ちょっとそこまで同行させてください。あれを、あ、この子も猫ちゃんじゃん。猫ちゃんの本を買ってる。この本が欲しかったってことは、学生くんは猫を飼ってるんだね。え、いいじゃん。イケメンサラリーマンも猫ちゃん飼ってるよ。お兄さんが、僕も猫を飼っているんです。だって、確かにあれを見れば、お兄さんが猫好きだってわかるね。これだね、キーホルダー。いや、でもこれ本取ってあげただけでさ、こんな恋愛始まることって、現実にあるのでしょうか？
猫のキーホルダー可愛いな。このことをきっかけに2人は仲を深めてなんてことにならないかな。多分なります。きっとなります。この頬の赤らめ具合はね、この2人はそのままホテルにゴールインするかもしれない。ステージ3、楽家具店の彼ら。家具店、今日はこのお店にやってきた。はいはい。あ、これ男の子2人で家具を見に来てるってことかな。どこをタップすればいいんだ。このお店にやってきた。この辺でいいのかな。あ、違う。あ、誰？バット、なんか筋肉マッチョのお兄さん。筋肉マッチョだよ。え、このお店にやってきた。どこタップすればいいんだ。この辺。これでもないよね。机、この机。あ、この机なんだ。そう、家具屋さん。眺めるだけでも楽しい場所だよね。なんでベッドもいいんじゃないの。この机じゃないとダメだったんだ、選択。近くにいたお客さんの会話が聞こえてきた。へえ、あの二人はルームシェアしてるんだって。なるほど。まあ、男同士でもルームシェアとか絶対普通にあると思うよ。あると思うけど、まあちょっとね、はかどりますね。二人は大学生くらいかな。友達と一緒に住むって楽しそう。まあ、パッと見ほんとね、ただの友達だし、めちゃくちゃ二人ともイケメンだし、ちょっと系統違うね。右の金髪はチャラそうだけど、左の子は真面目そうな感じ。金髪のお兄さんがこれも買うかって言ってるけど、それってあはいや、ちょっと、ちょ、待って。さっきまでよね。ただ、ルームシェア。確かに。そう、見えたけど。なんで明らめてるの？この明らめたら、もう、そういうことじゃないの？あ、ちょっと、これも買うかって言ってるけど、ダブルベッドじゃん。だって、しかも。え、そうだよね。だって、友達とルームシェアだったら、シングルベッドお互い買うよね、絶対。うわ、キングサイズベッド？本当に買うの？はぁ、はぁ、はぁ、その後どうするんですか？金髪のお兄さん冗談だって。茶髪のお兄さんも分かってるよって言ってる。あれ、でもあそこがすごく赤いけ、あそこをびっくりした。もう私の脳みそ腐ってる。あそこがすごく赤いって、なんて思ったけど、この顔のことね。はい、顔が赤いみたいです。はい、皆さんもね、いやらしいこと考えないように。茶髪のお兄さんの顔は真っ赤、実はまんざらでもなかったりして。いや、これはまんざらでもないよ。本当に嫌だったらマジ青ざめるレベルだから、はキモみたいになるでしょ絶対。わ、これはちょっともう先がね、未来は明るいですね。ステージ4、通学路の彼ら。あ、なんか押しちゃった。あ、戻れた。え、あの子たち何してるの？本当に何してるの？え、この子たち、あ、何？これなんか通報しようとしてるのか、この女の子は。で、なんか、なんだろう、怪しい人いるよ。あの子たち、これ、壁ドンしてて、ちょ、ご褒美だけど、どうした？顔近くない？それにしても、二人ともイケメンだな。いいね。この背の高さも。すごくちょうどいいというか、まさかカツアゲだってあんな顔をしているし、こっちのね、子がすごい睨みつけてる。え、これどうなるの？どういう展開？すごく怖い顔、きっと金よこせって脅しているんだ。まだ決めつけるのは早いけどね。こういう時はあれを使って警察に通報を。はい、その前に後ろに怪しい人いるけど、そっち通報した方がよくない？そう、スマホを使って通報しないとって。あれ、男の子たちが仲良さそうに話し始めたよ。おい、てかごめん、勝手にね、後ろの人の方が怪しいって言ったけど、完全ね、見た目で判断してる私、ごめん。この人がね、怪しい人とは限らないのに。なんだ、あの子あれを忘れたせいで相手の顔がよく見えなかった。なるほど、だから顔を近づけていたんだ。そういうことね。確認してたのね、お前誰だみたいな。だからって、その、青い髪の方さ、青髪の方も教えてあげればいいじゃん。声で喋ったらわからないかな。うわ、しかも何それ、何その仲良さそうなの。めっちゃ青春じゃん。あれを忘れてた。これか、メガネか。いや、この人も全然怪しくない人じゃん。ごめん、通報しようとして。びっくりした。でも、至近距離のイケメンくんたちを見られて、ちょっとラッキーだったかも。いや、あれはご褒美シーンですね。あえて笑い合ってる姿ね、見れるだけでも、ほんとご褒美よ。雨の日の彼ら。はい。
雨の日はあれが必需品だよね。あら、かわいい。なんか、すんごい折れてるけど。どんな折り方したのそれ。雨の日はあれが必需品。これかな？傘。わ、これ、あいあい傘しちゃうんじゃないの？私も早く傘をさそっと。これさ、なんかすごいグッドの男の子に似てる顔が。兄ちゃんの傘に入れてって会話が聞こえてきた。お願いをするときってみんなあのポーズをするよね。これそうかな、私、あ、まあ。で、実際そんな使わないけどね、こんなお願いみたいな。そうそう、こうやって両手を合わせるの。あの二人は兄弟なのかな。弟くん、自分の傘はどうしたんだろう。これ本当の実兄弟なのかな。これ壊れてるね。もうぶっ壊してる。折ったんじゃないの。お兄ちゃんとあいあい傘したすぎてさ、ぶっ壊したレベルだよ。あらら、風に煽られて壊れたのかな。でもね、こうやって可愛くおねだりしてるから一緒に入りたいんだろうね、傘に。お兄さん、カバンの中に持っていた折りたたみ傘であいあい傘をしてあげたんだ。怖そうな印象だったけど、あんなのを見たら実は優しい兄だって分かっちゃうね。うわー、めっちゃ表情柔らかくなった。確かにこのビフォーの時なんかめんどくさそうな顔してるけど、あ、これギャップ萌えだわ。お兄さん、うわ、いいな。しかも折りたたみ傘って小さいじゃん、普通のより。それでね、こんなんしたらもう密着よ。これかな。これ肩ほぼ濡れてる。なんで紳士なの。傘をあず傾けてあげてる。本当は弟くんが大事でたまらないんだろうな。兄弟のカップリングもいいよね。いいね、めちゃくちゃいいよ。もうどんどんください、そういうの。あ、でもね、実私近親相関やっぱ苦手だから、義理の兄弟とかだとなおいいかもしれない。ステージ6、満員電車の彼ら。お、来たよ来たよ来たよ、タイトル画面の子たち。朝の電車通勤ってこれが一番大変なのよね。これさ、通勤中は名札外した方がいいんじゃないの。個人情報じゃないこれ。まあ、この辺かな、満員電車。はい、そう、満員電車。人に押されて苦しい。苦しいね。嫌よね、満員電車本当に。あれ、あそこで潰されそうになっているのって同期の青木くん。この子だね。これもじゃあどう、あれ、同じ会社の人ってことかな。これが同期ってことは、うわ、この会社内の社内恋愛を見てしまうのかな。青木くん大丈夫かな。うわー、もうザウケって感じの顔。こういう顔好きなんだよな、かわいい。同期をもう一人発見。うちの社員証って紐の色が目立つから分かりやすいよね。絶対これ隠した方がいいよね、社員証。ここはせめて首にかけててもいいけど、この中に入れるとか。これかな。はい。いや、でももう一人の同僚もイケメンだな。あれは営業部の里中くんだ。青木くんのことを心配そうに見てる。でもね、普通どうなんだろう、男同士普通の友達だったらさ、かばってあげたりするの、こういう時。やっぱ好きじゃないとかばったりしないよね。あ、里中くんのたくましいあれが青木くんを守ってくれた。あれって何。ここだけ見ると卑猥にしか見えないけど。はい。あはーはーはー。恋に落ちた瞬間を私は初めてここで見ました。うわー、もう恋に落ちた顔してるじゃん。たくましいあれっていうのは、もう体ってことなのかな。あ、違う、たくましいあれ、腕？この辺、腕。腕もない。どこタップすればいいんだ、これ。お。あ、正解になった。はい、グッド。里中くん、優しいな。この日をきっかけに、二人はお互いを意識し始めて、なんてね。もしかして、これは、この主人公ちゃんの、不女子フィルターが入ってこう見えてるだけで、こんなんじゃないのかもしれない。この子の願望なのかもしれない。けど、最高。